皆様こんにちは。タロット歴24年目のモーセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日もですね、はい、リクエストいただいてます。リクエストリーディングです。ヒーロー様ありがとうございます。インスタでメッセージをね募集してる、メッセージじゃないリクエストを募集しているんですけれども、はい、ヒロ様先日ねからちょっといただいてて、ようやくリクエストリーディングさせていただくことできました。はい、お題がですね、初めて会った時の印象と今の印象ということです。今回カードをねバーッと切らせていただきました。上が、まあ、初めて会った時の印象、そして下が今の印象ということで、今日は本当に印象ということで見ていきたいと思います。選んでいただきたいのは、まあ、こちらグリーンか白かブルーかということでお選びください。そしてね、リクエストいただきましたヒロ様にはこちらのねルノルマンカードで、ね、初めての時の印象、そして今の印象ということで、出していきたいと思います。私気持ちを見るのはものすごい得意なんですけど、印象ってなるとね、こうどういうカードが出るのかなって感じで、まあワクワクもしてるし、あ、どういう風に読めるんだろうっていう、ちょっとこう自分のこうなんていうのかな、リーディング力が楽しみだなとも思ってます。はい、このように私はインスタでリクエストリーディングを募集してます。ニックネームと、あと、相談内容、開示 OK の方、ご連絡くださいませ。皆様のことができないことの方がもしかしたら多いかもしれないんですけれども、なんかね、こう、できるだけこう取っていけたらなと思ってます。はい、そして、私は随時、個人鑑定を受け付けております。まあ、ここならでも受け付けてはいるんですけれども、 Gmail、インスタ、こちらからお問い合わせをくださいませ。ここならで満席対応中でも Gmail からのお問い合わせですと少し待っていただく可能性はあるんですけれども、受付はできますということで、はい、じゃあ早速ね、グリーンの方から見てみましょうか。3択終わった後ね、ヒロ様のリーディングさせていただきますので、それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあグリーンの皆様、さあどんなカードが出るでしょうね。初めてあなたを見た時、はい、お相手様の印象どうだったんでしょう。上のカードがね、初めての印象、下が今の印象なの。おお、子供のカードだ。無邪気、ちょっと待ってね。あー、なんかこうね、しっかり自分がある人かなとか、あー、なんかでも考えてることがいまいちわからないとか、あー、なんか頑張ってる人っていう。おー、すごくないですか、ソウルメイト出会った時の印象がソウルメイト、すごくないですか。おー、いやー、こんなかすごいカードが出るんだね、びっくりした。はい、これね、初めて会った時、まずお相手様から見るとね、すごくね、無邪気で可愛い、でも多少気が強くてきちんと自分の意見が言える人、ただなんかね、心に傷抱えてるのかなとか、なんかね、そういうこう影っぽいもの、明るさの裏にある影、そういったのもなんかね、このお相手様感じたみたいですね。でもなんかね、元気になる人だなと、元気だなっていうイメージ。そしてこのソウルメイト、いやいや、びっくりしました。なんかピンときたっていう感覚なのかなって感じですよね。すごいね、僕の、私の運命の人っていわゆる最初から感じたのかな。すごいね。おー、なんかね、最初のイメージとしては、というか、まずソウルメイトもね、あるんだけど、それ以外のカード見てても、なんかね、ポジティブなイメージですね。明るい、元気、きちんと自分の意見が言えるみたいな、
そしてなおかつなんかもう恋愛感情としてあなたのことを感じてたっていう感じですよ。すごーい。すごいですね、1番のグリーンさん。ほう。あとまあ年齢よりもなんかね、まあ、若く見えるとかそういうことも考えられるのかな。もうなんか今ちょっと私ね、こういうカードが出るとねちょっとねびっくりしてね動揺しちゃうの。おーすごいと思って。はい、じゃあね今の印象見てみましょうか。じゃあ開いていきます。今の印象、おー大人だね、子供から大人になってる。おーなんかね直感力が強いとか、よいしょ。今はうん、あ、随分なんかイメージ変わりましたね。うんうんうん、なんかね物静かな大人なイメージ。さあここどうだろうね。あら、なるほど、そっか、こういう感じですか。はい、これがね今のねお相手様のイメージ、あなたに対するイメージ。そっか、ですね、まず今のイメージっていうのは子供からもうね大人のもう成熟した女性、まあ女性というか今女性って言ったけど、まあ女性男性色気、まあそういう感じで全くイメージ違います。もう子供から大人って感じで、であのね昔はなんかどっちかっていうと主張がもうしっかりしているとか強いとかそういうところがあったかもしれないけれども、今はなんかね周りの雰囲気をねきちんと読めるとか大人とかそういう感じがね出てますね。ずいぶんイメージ変わってます。でもうそうですね、でねなんていうのかな、こうねいろいろなこう、ストレスとかトラウマとか感じてたのかなと思ったんだけれども、そこはね僕私の思い違いだったのかなって感じ。すごくね元気、でいろんなこと知ってるなって感じですね。なんかこの情報通のところにも驚いているような気がします。そしてねね、なんていうのかな、いやなんかねほんとユリとかねこのカードもそうなんだけれども、なんかねこう静かでしっとりした大人、女性男性そういう感じがするんですよね。なのでねまあ例えばR&B とかね、なんかねそういうこうちょっと静かな音楽好きなのかなとか、なんかまあ実際ね習い事していますとか、こうそういうあなたの趣味をなんか今はねなんか一緒に共有できてるとかそういう感じがねするな。でここですね、でなんかね出会った時はソウルメイト、でも今は非常に寂しがり屋なところがあるっていう感じがするかな。なんかねいいイメージですよ、トータルでね、トータルで見るとねすごくいいイメージで、なんかなもっとねなんかねそばにいてほしいとかこうそういうものがすごくあるなっていう感じかな。だからね運命の人っていうイメージすごくあったんだけれども、そっかこんな寂しがり屋なところがあったのかっていうところと、あとそうねなんかね非常にまあこれってまあねベッドですよね、でまあユリ、そうねユリもそうだしまあこれもそうなんだけど、なんかこうねいわゆるこうベ、言葉がすごく難しいんだけどね、いわゆるこうセクシャリティな感じはすごくなんかね今でもあなたにこうそういう目線はすごくあるのかなと。だから色気っていうのをこのお相手様は、今の印象としては非常になんかね感じてるのかなと。なんかベッドがあってバックミュージックがあってね綺麗でかっこよくって色気のある人みたいな、そういう感じがなんかねトータルで見えるような気がするかなって感じで、こんなに寂しがり屋とは思わなかったっていう部分もあるような気がしました。これがねとりあえずねちょっとねこういう感じね初めてしたんだけど、でもねはい1話の方楽し、私はねすごく楽しかったです、ありがとうございます。だからねイメージが本当に
い元気っていうところから大人色気っていうところ、そこにすごく変わったような、そういう気がします。はい、これがね一番のグリーンの皆様です。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあ2番の白の方、お待たせしております。今日はねリクエストリーディングで初めてね、あなたに会った時の印象が上段、そして今の印象が下段、こちらでカードを出させていただいております。さて、どういうイメージをまずね出会った時に持ったのか運を見てみましょう。これ怒りです。あ、なんかどっしりした印象、落ち着いた印象かな。うん、指導力があるとかね、頼りになる人、うわ、むっちゃ綺麗な人魅力的な人、恋に落ちた感じ。あ、なんかむっちゃいいイメージですね。なんかね、いつも人のためになってとか、なんか、あ、はい、なんかこうね、いろいろ許してくれる、なんかね、器の広いイメージがすごい出てますね。うん、なんかね、存在感がすごくまずある人って思ったみたいなんですよね。で、非常に華やかで面倒見がよくって、人の悩みの相談を聞いて、いや、むっちゃいいで、いいですねあ、ここで女帝が出ましたね。まあまあ、これね、どっちかっていうと、まあ、もちろんね、女性っていうカードなんだけれども、でもね、この意味はもちろんいろいろありまして、まあ、このね、金星というのが、このカードの、守護星座にな、守護星座というか、星になっているので、金星っていうと恋愛とかお金とか、で、金星イコール、まあ、華やかさとかね、美しさとか、まあ、外見も含めて、かっこいい、綺麗とかね、そういうのも表すので、お相手様はあなたに対して、ね、おお、綺麗な人だな、かっこいい人だな、みたいな感じで、こう心を奪われたような気がしますよ。このイメージ全部いいですね。ね、このね、アンカーか、あ、そっかそっか。なんかアンカーにね、女帝だから、よっぽどこうあなたにこう輝きがあって、なんかひときわ目立っていたのかなっていう感じがします。さあ、じゃあ今のイメージどうだろうね。さあ、今はどうだ、雲か、今は雲で、ん、なんだろうね。さて、今、あ、すごいね、両方ダイヤルかな。だ、うん、吊るされの男、うん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 、やっぱりね、人の相談に乗るっていうところは変わらないんでしょうね。わお、なんかね、ロマンチックな、なあ、はい、これがね、今の印象なんだけどね。今は何かね、なんかね、悩んでるとか、こう大丈夫っていう、なんかすごい心配をね、あなたの心配をこうすごくしているというか、何かこう抱え込みすぎてないっていう感じかな。それがすごく、なんていうのかな、気になってるって感じかな。気になってる、で、in your future、 あ、でも多分ね、もうちょっとしたらきっとね、元気になるよねっていう部分はあるような気がする。ここでね、で、今まではね、出会った時は女帝というこういう風なカードだったんだけれども、今はね、吊るされの男というかね、両方ね、ダイヤルかなが出てるから、よっぽどこのお相手様から見ると、あなたの印象というのは過去も今も非常に強烈的な強いイメージっていうのはあります。今はね、本当にね、やっぱりこう人に一生懸命尽くせる人、頑張る人、本当に何事に対しても妥協しない、こうそういうこう頑張り屋さんっていうイメージがものすごくあるみたいですね。すごいですね。で、なんかね、どっちも嬉しいですよね。で、そうね。で、まあ、ここのカードを見ていても、なんかね、話をしていても、なんかね、いろんな、ボックスっていうのかな、引き出し
を持ってて楽しいなと、何か相談したら必ずこういい答えを返してくれるというかね、こうそういう頼りがいがあるなっていう部分と、やっぱりねこれはねこう異性としてあなたのこと今感じてるんじゃないかなと思うんですよね。なんかこうこの触れ合いたい感がすごくありますね。だからこのねお相手様ね、まずあなたにまあちょっとね一目惚れっぽい感じ、それはすごくあって、まず過去出会った時が、でも今っていうのはあなたの人間性プラスなんかねあなたとこう近づきたいって感じ、なんかそれがねすごく出てるかなって感じ。ただ今何か悩んでないっていうことで心配もしてるみたい。だからこうねすごく頑張り屋さん、なんかね頑張り屋さんの部分がねあるから、なんかねそこで例えばねこう例えばなんだけど、こう 人がしている仕事をなんていうのかなまで頑張ってやっちゃってなんか体壊してないとか、なんかねそういう部分をお相手様はあなたのことを非常にこう心配している、頑張りすぎてるんじゃないかなみたいな、そういう部分があるように見えました。おお、なんかねどっちもなんかね、結局なんかねあなたに惹かれてるのかなっていう気がするのがね、このね白の方と私は感じました、よかったら、はよかったらね参考にしてください。はい、これが2番の白の方でした。最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあ3番のブルーの方お待たせしております。今日はリクエストリーディングということで、最初の印象そして今の印象ということで上段下段でカードを選んでおります。はい、じゃあまず、ね、お相手様はあなたに出会った時どのような印象があったのか見てみましょう。さて、お手紙だ、手紙か、手紙、いろんなことよく知ってるなとかそんな感じ。おー、なんかね物事をこうなんかいつも受け入れてくれるとかそういうものがあるのかな、おクールな人っていうイメージ、なんかね クールなイメージがすごくありますね。なんかね双子座とかねそういうイメージがある。あー、はい、まず最初に出会った時のイメージなんだけど、いろんなこと知ってるよねっていう情報通のイメージ。なんかこうね友達多いのかなとか、ネットワーク軽いのかなとか、こうそういうところをねまずね感じてらっしゃったような気がします。そしてなんとなくこれ、まあ手紙って言ったら、まあいわゆるコミュニケーションって言ったら星で言ったら彗星ですよね。でこれがね、まあこれトートタロットなんだけれども、これがね月の水瓶なんだよね。なのでこれもね風の星座で、まあ、これはどういうことかって言っても、月の水瓶の人って私は個人的にすっごい好きなんですけど、なんか個性的で、私は私、僕は僕みたいな、こうそういうクールだし人に干渉しないみたいな、そういう感じがあるんですよね。なのでお相手様から見るとこうそういう、 こう物事にサバサバしている、なんかねこう割り切りクール、そういう部分をねすごく感じているような気がしました。で、なんていうのかな、行動力がある、そういうふうにも見えますし、あとね友達が多いイメージ、やっぱねネットワークがねこれだけ盛んと、もし思われていたのであれば、飲み会とかね友達が多くてっていう、こうそういう壁がない人、そういう部分をまずこのお相手様を思ったのかなって感じ。だからまずなんかね友達になりたいなっていう、そういうイメージ、それがまずあったようなまず気がしますね。なんかねもっと知りたいな、話したいな、まずはね友達になりたいなみたいな、そういう部分、はい、感じました。じゃあ今のイメージどうかな。さて、おーすごいですね、好きになってる、恋愛感情って感じですね。はーい、よいしょ、ソードの3ですか、ソロですか。
イズ変わりましたね、随分と。ですね、あなたのことは、これは今、ね、ある意味恋愛感情として、なんかね、あなたのことを見てるのかなっていう感じがします。好きですね。あとね、すごく直感力が例えば強かったりとか、なんかこう夢に向かって頑張っている、そういうところも今ね、このお相手様から見ると、そういう部分も素敵だなって思ってるのかなと思いました。で、ここですね、このお相手様のこの悲しんでいる、これあれかな、なんかこうね、あなたにね、例えば今このお相手様は恋愛感情があるとします。でもあなたになのかな、このお相手様になのか知らないんだけど、なんかね、どちらかに彼氏彼女っぽい感じの人がいて、なんかね、今は三角関係なんだっていう感じで、そういう意味でなんかすごい悲しんでるような気がするんですよね。でもねやっぱね、イメージはね、とってもいいです。なんかね、いつも本当に人のためになって動いてっていう、こうすごく人に尽くす人で、思ったよりもなんかね、硬い、いい意味でね、ガードが硬い、そういう部分もあったような気がしますと感じてるのかな。なんかね、もっとこう砕けた感じかなって、ガードがこうね、緩い、低いっていう感じなのかなと思ったら、思ったよりしっかりしてるなみたいな、そういう部分がなんかね、ある。なんかね、友達も多いし、ね、友達のためにいろいろできる人、そういう人間味がありながらも、実はね、自分の生活をきちんとしているとかね、そういう部分で非常にこう株が上がってるような、そういう気がしますよ。すごいですね。でもね、ここかな、なんかね、気になるのがね、なんかね、悲しんでる。だからあなたのことを今知って、ね、今深く前よりも知って悲しんでるっていうことだから、ね、やっぱりお互いのプライベートが何かあって、ね、あなたのこといいと思ってるけど進めないとか、そういう感じなのかしら。今とてもこうね、あなたともっと近づきて、そうね、やっぱこれ、これね、恋愛のカードだからね、まあ、あなたとそうね、ステディな関係になりたいなっていうふうにも思っていると、これはね、感じていただいていいですよ。月だからね、なんかね、非常にこうイメージアップしているような気がします。これが3番のブルーの方かな。はい、これが今日はね、印象ということでリクエストリーディング見させていただきました。じゃあ、今からリクエストをいただいたヒロ様のこと、はい、じゃあリーディングしていきたいと思います。はい、3番の方、最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあお待たせしております。リクエストをいただきましたヒロ様、はい、じゃあヒロ様、お相手様がね、ヒロ様のことをます、最初に会った時どう考えていたのか、はい、じゃあカードを引かせていただきました。はい、これも一気に開きます。なんかすごく懐かしい人、なんかね、初めて会った気がしないとかね、なんかこの家とこの子育てっていうカードもすごいですね。なんかね、柔らかいイメージですね。なんか初めて会った時から、なんかこの人と例えばね、結婚するなとか、こうそういう感じしたのかなって感じ、すごいですね。で、なんかね、前世からまあね、そのお相手様が先生からって思ったかどうかは別なんだけど、でもなんかね、あれ懐かしいな、初めて会った気しないなみたいな、そういう部分を、はい、感じたような気がしますよ、とても。いや、もういいイメージです。いいイメージ、なおかつなんかね、こう未来まで考えたっていう感じがすごくするな。
じゃあ今はどうか、どうでしょうね、今はどう。さて、おお、このカードが出ましたか。これも一緒に開きます。おお、今はそうですね、あ、なんかね、いろんなね、いろんな性格的なことを分かって、頑張り屋さんなんだけど頑固だなとかあの非常になんかあの社交的な部分あるなとか、なんか問題をね、例えば相談したりとかってすると、こう必ず問題の糸口、解決策、そういったことをあのね、あの話を例えばきちんと聞いてくれるとか、悩みを聞いてくれるとか、そういうあのヒロ様の人間的なもの、なんかね、今そこを非常に、どう言えばいいかな、なんかこう、そこ、うん、なんかこう、その人間性が非常にこういいと思っている、真面目さ、なんかね、今回のキーワードはね、なんかね、こう、あの人当たりがすごくよくって、でも、なんかね、人に言わないところで非常に頑張っている部分、真面目さもありながら、でもそんなに孤独抱え込まなくていいんだよみたいな、そんなに頑張らなくていいんだよっていう、なんかね、僕も手を貸すからっていう、こうそういうものも見えるような気がするな。で、あー、なんか分かった分かった分かった、あのもっとね、あのヒロ様がそんなにね、一人で頑張らなくて、抱え込まなくて、僕にもその手伝いをさせてよみたいな、そういう感じがね、今の印象のような気がしますよ。だからね、最初はね、案外こう、最初の印象ってこう柔らかい、うん、ものをね、すごく感じたような気がするし、なんかこの人と一緒に歩んでいくんだろうなみたいな、そういう部分を感じたのかなと思ったんだけれども、今はもっと君の手伝いをさせてよみたいな、そんなにそんなに一人で抱え込みすぎないで、頑張らないで、大丈夫だからっていう、あー、なんかそれがすごくね、うん、なんか伝わってくる感じですよ。だから例えばね、きつい時、苦しい時、うん、そういう時もね、全然言ってくれていいし、もっと僕のこと頼ってくれていいんだよみたいな、一人で頑張ろうとしないで、うん、もう頑張りすぎ頑張りすぎみたいなそういうのがね、見えますよ今ね。まあヒロ様のね、状況が、まあ私は、まあ、もちろんわからないんだけれども、でもこう頑張ってる姿を見ながら、でもなんかね、僕も手伝いたいんだって、もっともっとね、心を広げてくれてもいいんだよっていう、そういうものが、うん、私は感じたような気がしましたね。え、なんかこう、人によってはね、どうしてもこう、なかなかこう頼ることができない、自分で頑張らなきゃっていう方とかもね、いらっしゃるんだけれども、もしかしたらヒロ様もそのね、自分で頑張るっていうタイプの方なのかもしれない。それはね、それでとってもね、素敵なことだし、素晴らしいことだと思います。でもね、ヒロ様、人にいわゆるね、頼るっていうか、その心をね、少し吐き出すこと、それもね、随分楽になるのかもしれません。お相手はそれを望んでいるみたい。はい、これがヒロ様へのリーディングです。なんかね、いつもインスタでね、いいね押してくれたりとかして、私も確認させていただいてます。どうもありがとうございます。またこれからもどうぞよろしくお願いいたします。はい、これで今日のリーディングとなっております。最後まで見ていただきましてありがとうございます。